久保さん。久保さん。いやー、うまくまとめられちゃいましたね。やっぱ久保さんには勝てないな。うまくまとめられましたね。まあ確かに、まああだこうだ言っても自分ですよね。結論。だって自分が言ってんだから。<laughs> そう。で、まあ今回のテーマは、まあなんであの話をしたのかっていうと、まあできない人のために言ったっていう部分もあるんで、まあできないんだったら自分、 なんか自分がね、要は恥ずかしいみたいな、ある人多いんですよ。こう思われたくないっていう。まあ嫌われたくないって感じですよね。とか、指さされたくないとか。なんかあると思うんで。じゃあ、演者を作ってね、えー、キャストを作って、別にそういう自分じゃない自分が叩かれてるとかね。自分じゃない自分が誹謗中傷を受けてる。自分じゃないから。結構そこは乗り越えやすいじゃないですか。 でもそれが間に自分に受けてるときついですよねだから、まあ、実際今年誹謗中傷で自殺された方もまあまあいますけどニュースにもなりましたけどねだからその情報発信していく上でやっぱり結構そこは大事なとこかなと思うんですよね自分を守る上でもうーんこれはあくまでも YouTube で演じてる自分だよと本当の自分は違うよっていうところで納得させる自分を納得させるっていうことですよね で、そうすると、うん、やりやすい。情報発信非常にやりやすいっていう。まあ、久保さんレベルになると、まあ、関係ないですけどね。まあ、久保さんレベルに行くのは、うん、<laughs> 難しいですね。一般の人はすいません。久保さんレベルになれないんで。もう、隠居ですから。隠居できます僕も隠居してないんで。そう。もうひたすら、まあ、あの、商品売ってかないと飯食えないんで。全然隠居じゃないんで。<laughs> 久保レベルはね、雲の存在ですから <laughs>。ちょっとね、真似できないので。 まあ、あのー、やっぱ何か役を演じるっていうのが一ついいんじゃないかなと思います。で、まあ今回のテーマは、あのー、まあ情報発信ができない人ですね。まあ結局その2020年も、まあ億万長者合宿ずっと続けてますけど、やっぱその、今ね、アンケートも取ってですよ。で、アンケートも取ってて、まあ結局その、は、あのー、なんだ。できてないっていう声ですね。今アンケートの項目が2020年を振り返って、 えー、反省点を書いてくださいみたいなアンケート項目があるんですけどあの例えばあこれ学生の方がな学生という立場に甘えてしまい自分人生最大の資源である時間を有効に使えなかったと個人的に反省しております時間は有限ですからね、まあ、大学生ってね一番時間ある時に <laughs> それを使えなかったっていう反省、まあ、発信とかねなんかそういうの,、ね、あのできなかったんじゃないかなっていう うん、発信者のポジショントーク誘導などを見抜くことはできず、振り回されて反省しておりますと。うんとか、なんだうんあとは、自分、行動しなきゃ自分を変えなきゃと思っているのにも何も変わらない自分がいた。2020年ですね。うん勉強ばかりで実践がない、行動できていない、インプットアウトプット少ない、やる気が出ない。とか。うん ま、結局その、できてないんですよ。で、これ、できるためにどういうふうにすればいいのかっていうと、まあ、単純にですよ。まあ、僕が一番シンプルな方法は、まあ、やっぱね、これしかないかなと思います。まあ、いろんな考え方とか、いろんなマインドセットとか、まあ、いろいろな教えとかあると思うんですけど、まあ、単純に、もう全部除外して、もうやるために必要なものがあるとするならば、まあ、やらないといけない環境、これしかないです。これだけです。 うん、もうやらないといけない環境に身を置くか作るかどっちかです。でも作れない人が多いんで、身を置くっていうのが大事だと思います。絶対やらないといけない環境。だから例えば、まあ極端な例ですよ。めちゃめちゃ極端な例ですけど、例えば今日の動画一本アップロードしなかったら、あの、なんだ、あの息子さんを殺しますっていう状況で動画をアップロードしない人いますじゃ人、あの、よくテレビドラマとかであるじゃないですか。身の代金みたいな。 え、それで、身の白金じゃなくて動画 YouTube にアップしてくださいっていう、その犯人の要求があったとするじゃないですか。それでアップロードしない父親がい,いますか絶対いてないですよ、多分。だって動画アップロードすればいいだけなんですよ。<laughs> ね。いや、だ絶対やるじゃないですか。もしそれやらないんだったら人じゃないですよね、もはや。自分の息子に愛も何も欠片もない。動画一本すらアップしない。 で、犯人の要求は3分でもいいですよと。3分でもいいんで動画アップしてくださいと。まあ、動画の内容も問いません。とりあえずアップすれば、あのあなたの息子は人質解放です。まあ、この出演さんはありえないですけど。でも、それでやらないってことありえますかないっすよね。うん。だから、結局、もうマインドもクソも考え方もクソも関係なくて <laughs>、もう絶対、絶対にやらないといけない状況か。これに身を置くっていうことが、うん。 まあ一番いい行動する上で簡単な方法だと僕は思います。でもそのシチュエーションを作るのは難しいかもしれないですね。うん。だけどそのシチュエーションを作れるんだったらできます。例えば僕の事例で言うならば、借金があって、貯金通帳ゼロ。ね。それでも鹿児島に行く。はい。もうやるしかないですな、ね。<laughs> やらないと生きていけないんで。でもこれはほとんどの人はできないので、 別にやらなくてもいいんですけど、ただ、極論言うと、それぐらいやんないとやれないんで、人って。うん。だ僕が毎月商品リリースして売りまくってるのも,も、4年間ずっとです。4年間毎月売ってます。4年間売ってない月がまず一度もないです。で、なんでそれができるかっていうと、ああの売り上げ作らないといけない状況だからです。マインドもクソも関係ないです。うん。まあもちろんね、あの、ありますよ。でもこの話では言わないです。あえてね。あえて言わないです。 でも、そういう状況下になった人はやるので、まあ実際嫌な仕事でも40年、30年続けてるのは実態ですから、なんでやってるんですかって話で。みんな嫌いな仕事、まあ僕のお客さんはですよ、僕のお客さんは基本的にあの今の仕事に満足していない、今の仕事にの収入に満足していない、えー、人生がハッピーじゃないっていう人が悩み相談来るので、だけど仕事続けられてるんですよ。不思議ですよね。嫌な仕事でも毎日出社できるわけじゃないですか。 嫌な仕事でも毎いや、嫌な朝,朝早起きでも、ね、目をこすってね、無理やり朝起きていけるわけじゃないですか。なぜですかっていう。それは仕事に行かない環境にあるからですよね。会社で任されてる仕事があるからですよね。責任があるからですよね。だから嫌とか嫌いとか、モチベーション上がらないとか、セルフイメージ上がらないとか、全く関係ないですよね。行きますよね。やりますよね。なんでですかっていう話です。 まあこれがもう究極かなと思いますけどね、僕は。うん。はい。ということで、いってらっしゃい。